けど、コップここにあるよ。小さいスコップ、あった、あったあった、それ探してた、あれジジが、ジジがそれさ育てたの？どれ？ネギ。これはどうやって育てたの？これこうやって植えてたやつもらってきて、こうやって植えてくれば根つくんだわ。へえ。こんなにネギがあります。ネギだらけじゃん。だってちゃんとしてる人ってみんな畑にちゃんと植えるんだもん。いっぱいあるよ。だってほらこれ、わあ、立派なネギです。釧路湿原です。熊の出る早く熊出るの？あれ、トイヤ中学校のとこ昨日熊出たって騒いでた。なんで？なんで熊出た？熊出たって、うん、怖い。じいじ、いつ食べれる？いちご。うん、早いば。早いば来月くらいにも食えるよ。ほんと？うん。早く来月になればいいな。また、あや、一番先に取ってくる、ね。うん。あれ、あっちにいちごなかったっけ、今年。あっちのいちごね、あのハウスの中のやつはね、抜いて、外に出したんだ。出した？随分あるな。随分あるな。随分ありますね。ありますね。何いっぱい置いちゃったの。いや。入れとけば。天気になっても根っこが乾かないから、枯れることないでしょ。うん。じじ、どうしよう。また今週の日曜日、畑やらなきゃな。じじ、忙しい。忙しいんだ。今年暖かくなるかな。去年みたいに6月暑すぎても困るしな。今の暑すぎてんだ、豆類が全部全滅したな。そうなの？みんな焼けちゃったのさ。焼けちゃった、焼けちゃったの。いちご。分かってきたんだ。2、3日中に、2、3日中に処分するか。うん。片付けちゃう。あれ？これ何？これもいちごだよ。いちご？これもいちごだよ。全部？これ中なったやつが、一回取って、これを今度水耕栽培、これもこれ小さいけど見えてきた。これもいちごです。ピーマン食べたいな。これは何だったっけ？きゅうり。きゅうりだ。これは？お、きゅうり花ついた。ん？一番奥から二本目。お花？その葉っぱの影。あ、これあれ？わあ、お花がつきました。あ、かわいい。食べ放題じゃん。ねえ、じいじ、これいちごじゃない？それいちごだよ。こんな隙間に生えました。万願寺唐辛子、大きくなってください。完璧です。かかるよ。じいじはここを通って、かごを返しに行きました。ちょっと待っててねって。じいじ、いつの間に帰ってきてたの？ずっと待ってたんだよ。なんか変な音するなと思ったら。
待ってたよ。ねえ、どこからもらってきたのこれ。よーし、完璧。こんな感じ。今日はじいじと集荷に行きます。よろしくお願いします。マスクはさせました。レッツゴー。出発します。Thank you.
ジがいない、ジジいない、ジジ、登場です。Thank you.